どうもコブラです。本日は BF5 リハビリ放流期2回目となります。モードに関して言うと、文体コンクエストをやっていきたいと思います。この企画を話すと、全くやってない状態、まあ、BF 毎日やってない状態でどれぐらいできるかっていう、動画となります。それでは文体コンクエストをやってみましょう。ちょっと僕もこれは初見のモードなんでやったことないんですが、一応旗はですね、C を押さえようかなと思います。なぜかというと、奥から来た時に C、B、A って全挙されるかもしれないんで、とりあえず、今回は C をもう徹底的に押さえようと思います。まあ今敵はいないんですけど、絶対裏取りに来て、まあ A、B、C、し、あ、A、B、シカとして C に来ると思います。私だったら、もしその A の拠点側の方だったら、私は多分 C に行くと思います。それか B で足止めするか、B で引きつけて、ある程度分隊員が来ると思うんですけど、その分隊員が来た時におとりになって、そこを徹底的にやると、そんな感じですね。で、とりあえず C が取られてしまったんで、 C を取り返します。ですが、周りに敵がいるかもしれないんで、ここでしばらくやり過ごします。で、敵がここにいるよって、サインを出します。で、多分戦車が、分隊コンクエスト戦車脇するって知らなかったんですけど、戦車脇するみたいです。で、押さえて、今回は C を押さえますね。弾が枯渇した場合、本来だったら援護兵で弾くれってやるんですけど、弾配り今回できなかったんで、この C の拠点は、もらえなかったんで、 C の拠点は周りに救急箱と弾薬箱があるんで、まあ敵がいないことを確認して補給するっていう感じですね。これはですね、たまたま戦車が目の前にいてですね、前に出られなかったって感じですね。撃ってもその位置がバレるんで、位置バレするんで、上手い人だったらどこに誰がいるかって分かるんで、ちょっとここでやり過ごします。で、今戦車出てきました。戦車出てきたんですけど、ここで発砲すると位置分かってしまうので、ここでやり過ごします。とりあえずここに戦車がいるよっていうことを知らせます。で、スモーク焚いて戦車を、まあとりあえず視界を見えないようにします。一時的ですけど。で、敵は多分脇から来るんで、味方はもうまっすぐ走ってきてるけど、壁側に敵が隠れてるかもしれないんで、こうやって敵を倒します。来るんで、絶対。で、降りても多分戦車でやられるんで、で、とりあえず C を確保します。まあちょっと敵いないかどうかっていうのは超微妙なんですけど、戦車は潰れました。敵の戦車は潰れました。で、これで C が確保できたら、もう徹底的に C を守るって決めたんで、C を守ります。 C 旗を守ります。で、この時に弾がなくなったんで、まあ弾くれってお願いしたんですけど、弾くれなかったんで自分で補給しに来ました。一番バレにくい方法があって、まあなるたけその分隊コンクエストなんで、分隊脇が一番なんですけど、そこで位置バレするんですわ。で、位置バレされないような立ち回りしないとダメです。
ダメだと思いますね。ダメですとか、ダメだと思いますね。結局、抑えてでも、そこで発砲し、敵が目の前にいて、もしかしたら、敵が1人ならまだしも、2人、3人もしかしたらいるかもしれないっていう感じですね。なので、1人、もう本当に、ワンチャン1人だったら倒してもいいんですけど、こういうふうに、こう、B の上がるところに、そこで待ってたりとかするんで、普通に。まあ、こういうふうに抑えるっていうのも、待つのも戦術のうちなんで、まあ、こうやってチケットを減らして、勝つ流れができるんですけど、まあ、ちょっと自分も戦車脇して、昇天したんですけど、まあ、あまり戦車脇は良くないですね。なぜかというと、上でパイプで撃つっていう形になるんで、それさえ気をつければいいかなって感じですね。まあ、とりあえず味方がやられてしまったっていうことは、周りに敵がいますわ。で、まあ十分警戒しつつ、この階段の下に行きますわ。で、ここでまあ一人やって、まあここで様子見るって感じですわ。まあこんな感じです。この試合はですね、勝ちました。結構面白い試合だったと思います。初めて分隊トップを取りました。分隊コンクエストって結構いいですね。コンクエストよりかは、まあ確かに乗り物は乗れないですけど、歩兵戦は楽しめるかと思います。またですね、動画をアップしていきたいと思います。皆様ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。